これも人生は、アメリカの映画会社のワーナーブラザースの短編アニメシリーズメリーメロディーズの作品である。ある話題沸騰のテレビ番組である、これも人生の司会をしているエルマー・ファット。この番組の栄光のリストに輝く人物が会場にいるという。その会場には、バックスとダフィーがいた。その人物とは、かのバックス・バニーである。早速、バックスは、 今回の番組の主役となった。悔しがって愚痴ばかりこぼすダフィーにうるさいと言わんばかりに、隣の席に座っているグラニーがダフィーを叩く。そしてバックスはエルマーにどんな人生を過ごしたか尋ねる。だが呆れるような話ばかりするので、エルマーがバックスと出会った時の話をする。その回想でエルマーはバックスにバカにされたことを話す。そこでエルマーはバックスに 懐かしい人に会わせようという。その人とは、寄せみてサムであった。サムもバックスに馬鹿にされたことを話す。そこで、エルマーとサムは、格索をして、爆弾入りの箱をバックスに渡そうとするが、バックスは、自分にこんなものは、もったいないと言って、エルマーに渡す。こうして三人が箱をたらい回しにしてる時にダフィーが、強引に奪い。ありがとうございます。